アイススケートアイススケートの上を、葉のついた靴で葉の先を氷に当てて滑るスポーツ。スキーと並ぶ代表的なウィンタースポーツである。スケート靴の摩擦抵抗の低さと、体中心から外側に向けて蹴り出す力により、平地で使用する体力が少なくとも、高速で滑走することができる。超高速度滑走や、スピンやジャンプなど競技類は、それなりの筋力を使用する。 日本において最初にスケートをしてみせたのは、江戸時代に根室に来航したロシア帝国のアダムラクスマン、または同戦したクルーである。1792年から翌年にかけて、同地で越冬しているうちに氷結した海面を、鉄人をつけた靴を履いて滑る様子がエとト文で、ロシアに記録されている。両足だけでなく、片足でも、表情を速く移動したり回ったりできることを、書き留めている。 日本人に正式にスケートを教えたのは1877年に札幌農学校へ着任したアメリカ人教師ブルックスとされている。メディアを再生する表情を滑る、スケーター表情で滑る原理にはいくつかの説があるが解明されていない。主な用具は靴底に専用のブレードがついたスケート靴でスピードを競う競技ではヘルメットや ネックガードをアイスホッケーでは全身にボールをつける。スケートリンクの上で出演者がスケート技術を披露して行われる賞はアイスショーという。ありがとうございます。